この土地をあの値段でか。義神とアンキはいい買い物をしたね。アラジンは満足そうに辺りを見回した。その足元ではピノキオがしゃがみ込み、たたり、殺人とつぶやいては震えている。アラジンさんは怖くないんですか？怖いね。ひなみざわ村の物件は相場よりも利回りが良すぎる。すぐにプリンシパルインベストメントを。これはダメだとピノキオは肩を落とす。怪死事件、どう調べたらいいの？依存の人形はすがるように自分の杖に語りかけた。それはいつものように皮肉まみれの返答を期待したものだったが、彼の杖はなぜか黙ったままだった。うわ、獣が！自然との触れ合いか。 QOL が上がるね。 Q？ クオリティオブライフ、人生や生活の質さ。僕が見る限りここは最高の移住先だ。開始事件なんて資産価値を落とすためのデマさ。そうだといいけど。あれ、見ない顔だね。突然響いた声にピノキオは悲鳴を上げてアラジンの後ろに隠れる。ああ、ごめん、驚かせちゃった。現れたのは長い髪をポニーテールに結い上げた快活そうな少女だった。さらにもう一人の少女が人懐っこそうな愛らしい笑顔で話しかけてくる。もしかして今日引っ越してきた人たちなのかな、かな。そうだよとアラジンが答え、早く村に馴染むため散策をしていたと説明すると、少女たちは顔を見合わせうなずき合った。なら今日からお仲間だね。よければ私たちがこの村を案